越しいただきまして誠にありがとうございます。ご来館のお客様にご案内申し上げます。まもなく13時30分より桜木交換の出演を行います。ご見学のご希望のお客様は本番へと工事現場までお越しいただいて繰り返しご案内申し上げます。まもなく13時30分より桜木交換の出演を行います。ご計画ご希望のお客様は本館へと工事現場までお越しくださいませ。
曲目にちょっと盛り上げてやっていこうということで、選曲しました。で2曲目はですね、銀河鉄道39ということで、あの北九州市にもですね、あのゆかりがある曲をちょっと持ってますので、ぜひ聴いていただけたらと思います。それではよろしくお願いいたします。
ひゲストにもお聞きください。はい、ありがとう。はい、じゃあですね、次の曲、2曲続けてポップスの曲をやりたいと思います。1曲目は、アラスメドレーということで、今休止されてるんですけど、アラスのメドレー、実際の曲をですね、はい、お送りします。で、2曲目は、鎌倉殿の13人ということで、NHK の大河ドラマになってるんですね、非常に有名なメインテーマがありますので、それをですね、演奏したいと思いますので、ぜひ、やってください。それでは2曲続けてよろしくお願いいたします。
礼と、鎌倉殿の13人を聞いてますので、送らせていただきました。続いてですね、次はですね、最後の曲となってしまいました。JR 九州の坂でもあります、ロマン鉄道という曲をですね、お送りしたいと思います。このロマン鉄道なんですけど、CD にもですね、全国の坂を集めた CD の中にもですね、収録されたっていうことが有名で、実際カラオケボックスの中にとかにもですね、曲として入っているような曲です。昔は博多駅の到着前とかにですね、メロディーが流れてたんですけども、今はなかなかね、聞くことないんですが、このロマン鉄道という曲をですね、お送りして最後の曲としたいと思います。それではお聴きください。
ていただいてもよろしいでしょうか。ありがとうございます。それでは今年はですね、鉄道150周年ということでいろんなイベントが開催されてます。これから先もですね、鉄道は続いていきます。それにちなんで今回線路は続くよどこまでもですね、最後アンコール曲としてですね、終わらせていただきたいと思います。それでは皆さん、まだこの先もですね、祭りいっぱいありますので、よろしくお願いしますので、楽しんでいかれてください。今日はありがとうございました。